今週の日曜日の阪神競馬メインレース阪急杯、このレースの本命に挙げるのは立東の中内田厩舎所属ダノンティンパニー。2018年のセレクトセールで1億6200万円で落札されたダノンティンパニー。幼少期から期待されたものの体質が弱く、4歳の1月に地方競馬の園田競馬でデビューした異色の経歴の持ち主。デビューから全て圧勝の3連勝で中央へ活躍の場を移し、その初戦を 0.4 秒差で圧勝。昨年の3月の山陽特別では着差のつきにくい短距離戦で衝撃の 0.8 秒差で快勝するように優れたスピードの持ち主。続く2走前の六甲アイランドステークスでは外差し有利の馬場で伸びにくい内側から差し込み着差以上の勝利。これまでの走りを見てわかるように G1 級の可能性を秘めているダノンティンパニー。そして前走のニューイヤーステークスでは多頭数の中山競馬の内枠という不利な条件、さらに出遅れも響き直線で前が壁になり伸びることができず初の馬券外の5着に敗退。しかし最後に満足に終えたのは 50m のみと、この敗退は完全度外視してもいいでしょう。そんな前走の鬱憤を晴らすべく中小初挑戦になる阪急杯に登録したダノンティンパニー。うまくいけば G1 勝利も期待できるこの逸材に期待しましょう。